毎度、徹子です。韓国ではタイガーウッズが事故ったジェネシス G80 など現代キア自動車の70万台が火災の可能性があるとしてリコールされることになりました。ウッズの事故を受けて韓国はこれで G80 の最高レベルの安全性が証明されたとか騒いでいたのですが、危険な欠陥自動車だったということです。ニュースの詳細、ジェネシス G80 とキア、スポーテージなど現代自動車、キアで生産販売した70万台に対しリコールが実施される。車両に設置された電子制御威圧装置内部のショートにより火災が発生する可能性が確認されたためだ。国土交通部は27日、現代自動車とキア、韓国 GM で生産または輸入販売した22車種714720台で製造上の欠陥が見つかりリコールに入ると明らかにした。リコール規模は電子制御威圧装置内部のショートによる火災の可能性が指摘された現代自動車とキアが最も大きい。電子制御威圧装置はブレーキ装置 ABS と車体姿勢制御装置 ESC 駆動力制御装置 DCS を統合制御し走行安全性を維持する装置だ。対象は全4種でジェネシス G80 が22万2000台で最も多い。2013年7月10日から2020年3月9日に生産されたモデルだ。また2016年6月21日から今年4月21日に生産されたグレンジャー19万台に対してもリコールが実施される。キアは2015年3月19日から2020年10月23日に出庫したスポーテージ18万台と2015年8月14日から今年2月8日に生産された K7 4000台が対象だ。韓国 GM が輸入販売したボルト EV は高電圧バッテリーの完全充電時の潜在的な火災危険性により昨年11月から充電率を 90% に下げる臨時措置を取っており、今回バッテリー点検後に異常変化があるバッテリーは交換する予定だ。2016年11月9日から2019年6月10日に生産された9400台が対象だとのことです。あかん、根本的な問題を把握できていない状態でとりあえずリコールするのが韓国です。だからリコールを発表して修理しても本当に改善されたかどうかが分かりません。また別件でリコール発表することになるんじゃないかな。リコールリストにジェネシス G80 が記載されています。この車の運転中に事故ったウッズ選手は足を複雑骨折する重傷を負ってしまいました。原因は未だに不明で、現代自動車がウッズ選手に多額のお金を渡して黙らせたという噂まであります。ウッズ選手の事故で大々的に G80 が取り上げられて、韓国は思いがけない宣伝効果だと災い転じて福となしたかのように喜んでいました。自分たちの車の事故で重傷を負った顧客がいるのに信じられない対応です。現代自動車は顧客のことなど一切考えていないということがこの対応一つでわかります。で、今回のリコール内容は電子制御威圧装置や高電圧バッテリーなどブレーキや動力など制御系なんです。ウッズ選手が事故当時制限速度のほぼ倍にあたる最高140キロのスピードで運転していたことが分かっています。ウッズ選手の事故を調査をした保安官はこの交通事故の主な原因は道路状況に対し安全でない速度での運転とカーブを曲がりきれなかったことにあると発表。当局によれば障害の兆候や不注意運転の証拠はないとのこと。ウッズ選手が車を制御できなくなった際ブレーキと間違えてアクセルを踏んだ可能性があるんだけど、本人は当時の状況を覚えていないと説明しています。普通の状態であればカーブを曲がりきることができるかどうかはすぐに判断できます。車を制御できなかったということは G80 の制御系のトラブルだったんじゃないかという疑念が出ても不思議ではありません。ほんで韓国車は欧州のデザイナーを採用して、見た目はそれなりに洗練された感じになったんだけど、肝心の中身はハリボテです。見栄や見た目を気にせずにはいられなくて、表面的なことしか処理せず
短絡的に利益を貪りたいという姿勢でことに臨むから、このような不具合が起きるんじゃないかなって思います。韓国製は、小はスマホから、大は自動車に至るまで何でも火を吹きます。自動車に限って言えば、火が出るのも自動運転が誤作動を起こして事故るのも基本性能ということになっています。顧客がクレームに挙げているストリームエンジンやエンジンオイル漏れなどの不具合は未だに改善されていません。日本ではありえない話ですが、修理したくても技術がないので、そういうもんだってことで販売しているみたいですね。安全に対する考え方が日本とは全く違うので、日本に再進出するとか言っていますが、また失敗するんじゃないかなって思います。こちらが韓国の反応です。やはり現代車が一番多いですね。現代車の最高級車でもこの程度なので、一般車両はもっと危険ということです。やっぱり現代自動車は失望させません。ソウリュー自動車34G4 ネクストンに5年乗っているが、一度もトラブルはなかった。ソウリューはリコールがほとんどない。賃上げを要求する人はうまくするのに仕事はできない。現代車の車が高い理由はリコール費用を価格に含めているからです。現代車は爆弾車を作るようです。蒸気の欠陥により事故が起こった車両の保証はどのようになるのか、情報を教えてください。スマートエンジンのリコールはいつするの？キア車に乗っているが、20年間何の問題もなく乗っている。生命に支障をきたす重大な欠陥がある車両のリコールなのに、どうして発見してすぐにリコールせずに他の車と一緒にまとめて発表をするのだろう。賢明な消費者になってメーカーの横暴を制止しようとしたら、国土部の後ろに隠れて自動車価格を値上げしていた。エンジンオイル減少などの重大な欠陥は解決することを考えず、低価格のリコールだけを行うチンピラ集団だ。現代キアは5から7年分の自動車をまとめてリコールする。ソウリュー自動車のリコールが見当たらない。新車を買い取って5回も乗ってないのに、もう3回目のリコールだ。なんで一旦乗って消費者にテストさせるんだ。現代自動車の関係者は、国民が安心して乗れるようにストリームエンジン、エンジンオイル漏れの問題などを解決してください。現代自動車はタクシーだけでいい。現代自動車は自分のお金で修理しながら乗る車です。以上が国民の反応です。日本車のハイブリッドや EV 車でバッテリー関連の事故は聞いたことがないし、水害で水没することがあっても漏電して関連するという話も聞きません。それだけ日本車が秀逸ということなのかなって思います。隣国はよく日本車と韓国車を比較しますが、隣国とは自動車技術のレベルが全く違うので当然の結果です。最後まで見てくれてありがとうございます。